今日はですね、新車の魅力というテーマで、はい、お送りしておりますが、はい、平島さんもつい、はい、数ヶ月前に新車を購入されて、はい、まあ、今、はい、新車というものの良さを毎日実感されていると思います。はい、はい、まあ、今日はですね、ちょっとセイフトスポーツからちょっと離れまして、はい、まあ、うちにある新車をいろいろ紹介してですね、まあ、いろんな魅力を平島さんに解説していただきたいと思います。はい、まずはこちら、はい、スペーシアカスタムですね。もう、まあ、中が広くてですね、まあ、スライドドアになってまして、まあ、こうやって自動で開くようなですね、車になってます。で、やっぱり新車ですので、まあ、まあ、使い勝手があるという形で、ね、そうですね、まあ、まあ、デザインもホイールもかっこいいですし、はい、スポーティーな車ですよね。はい、ちょっと今日はたくさん紹介したいので、もうそうですね、まあ、スペシャルカスタムはこれぐらいで、はい、はい、ちょっと次は次はもうおなじみのハスラーですね。まあ、こちらもですね、まあ、中が広くて、まあ、デザイン性がですね、まず、まあ、特殊で、まあ、人気のある写真になっております。はい、そうですね、まあ、去年はたくさんハスラーが入ってきて、もう私たちも整備するのが本当に、まあ、いろんな嬉しい意味で大変だったところはありますけれども、まあ、おかげさまでカーオブザイヤー受賞もありましたし、まあ、新しくこんな、先進安全車っていう、まあ、そういったところまでですね、どんどんハスラーも進化していってますんで、はい、でもハスラーもだいぶも皆さんももう見分けるぐらい、もう結構、はい、はい、見るようになっていいですね。そうですね、まあ、じゃあ次行きましょうか。そうですね、はい、次がハスラーですね。ハスラーですね、そうですね、魅力をお願いします。そうですね、魅力なんですけども、まあそのテールレンズばかり見て、テールレンズはテールレンズ、まあ、テールレンズですね、はい、まあ、おなじみの、そうですね、まあ、よくあのシルバーターンランプといって、ね、ウィンカーの球をシルバーにされている方もいらっしゃいますけど、はい、そうですね、まあ、見た目がですね、やっぱり大事です、ね、かっこよくなりますね。はい、これ J スタイルはここが白になっている。 J スタイルはここが、はい、エンブレム、はい、白になっています。そうですね、はい、特別仕様になってますので、はい、やっぱりいいですね、ハスラーはですね。ハスラーはやっぱりいいですね。はい、はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ次ハスラーですね。ハスラーですね。はい、じゃあこちらの方もちょっとまた魅力の方です、ね。そうですね。こちらも一応 J スタイルになってます、ね。あ、これはこれも J スタイルですね。J スタイルですね。はい、色が違うだけ。色が違うですね。はい、いや、もうもっと魅力を解説してください。新車の今日はせっかく話題ですので、見てる方がハスラー買いたいなって思っていただけるような。そうですね。まあ、魅力といたしまして、まあ、ワンポイントがですね、やっぱり J スタイルは多く使われてまして、そうですね、はい、そうですね、はい、普通ここはシルバーの側にしたんですけど、はい、そうなってるんです、白で、はい、J スタイルに関しましてはやっぱ白、そうですね、やっぱ J スタイルはかっこいいですね。かっこいいです。まあ、他にも、いろんな機種で J スタイルっていう、まあ、ソリオなんかにもありますけど、はい、そうですね、まあ、できればですね、まあ、普通の標準グレードもいいんですけど、まあ、それにプラスアルファの J スタイルも、ね、はい、まあ、他にないものを求める方は特におすすめですね、はい、J スタイルいいですね、はいはい、じゃあ次行きましょうか。はい、次行きましょう。はい、次もハスラーですね。そしてこの J スタイル、スタイルですね。はい、まあ、まあ、もともと平島さん J スタイルという名前だったんですね。まあ、はい、J スタイルっていうのが、まあ、今年から始まりまして、はい、まあ、発売の方が1月からという形でですね、まあ、注文いただいたお客様が、まあ、こういった形で、まあ、今新車が届いてですね、そうですね、今、まあ、ナビをつけたりだったり、はい、まあ、コーティングやったりだったりっていうのを今やってる段階でございます。そうですね、はい、ただまあそろそろ次に、次行きますか。はい、そうです、もうだいぶさっきからチラチラ車の間を通るために見えてるかと思いますけど、はい、じゃあ次の前の方に行ってみましょう。ですね、たらこちらカーキですね。カーキですね、いいですね。 J スタイルはこの文字が特徴になっていますので、はい、エンブレムですね。エンブレムがいいですね。じゃあ次こちらがハスラーですね。ハスラーですね、はい、そしてこれは台車ですね。台車ですね、はい、台車試乗車のおなじみの台車だと、はい、あ、すみません、もう平島さんこっちが映っちゃいましたついに平島さんダメですね。これこちらハスラーですね。そして台車ですね、台車ですね、はい、こちらもこれターボのハスラーですね。はい、台車ですね、台車ですね、はい、そしてこちらは普通のハスラーですね、はい、標準のハスラーになっております。これ台車じゃないですけど、台車ではないです、ね、はい、新車ですのでですね、はい、はい、こちらも、ハスラーですね、はい、こちらも新車ですね、新車になってます、はい、こちらも、標準のハスラーになっておりまして、はい、長くなりましたが、ハスラーがいっぱいまた入ってきております。はい、去年の、まあ、去年に引き続いてですね、やっぱり人気が落ちない車種になっております。そうですね、はい、はい、まあ、どこまで行くのかっていう形ですね。本当に今続々とハスラーが入ってきて、今ハスラーが溢れてきておりますけれども、まあ、もしかしたらまだこれからもどん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 入ってきてですね、
私たちがナビをつけ終わる前にどんどん車が入ってきておりますので、そうですね、はい、そうこっちがこうバタバタこっちがバタバタやってますんで、はいはい、まあ新車はいいですねっていう話で、そうですね、本当に新車は、はい、本当ですね、まあ、この時期は本当に新車について考えていただく機会が多いかと思いますけども、はい、まあ、当店にはこうやってたくさんのですね新車のお車、まあ、ハスラーに限らずですけども、こっちはスイフトとかもいっぱいありますけど、さまざまな車、まあ、見ていただける車も一緒にご用意しておりますので、気軽にですね遊びに来ていただいて、ぜひご検討中のお車、お目当てのものをですね見つけていただきたいと思います。はい、じゃあ今日はハスラーには乗ってないんですけど、ハスラーの紹介をした平島さんです。あ、平島さんです。顔を平島です。すいません。間違えないでください。顔を平島です。じゃあ、さようなら。さようなら。